はい、はじめまして、ジュンジーと申します。では今回プレイする単発作品、単発アイワナはこちら、アイワナブレイクザファイブワナ2ということで、こちらはプルミさんという方が作られた前作アイワナブレイクザファイブワナ1の続編と、なっております。で私もですね、このアイワナブレイクザファイブワナ1は、エクストラステージ含めて、完全クリアしてまして、で、でもそれも最近の話なんですよね。でも早速続編を作られて、今回この2が、公開されたというような感じですね。でプルミさんの作られた作品というのは私もプレイしてて感じてはいたんですが、すごくこう独特の雰囲気、BGM とかねが特徴のこうアイワナだなと、思ってまして、その2ですね。でね、ボスが強かったんですよ1は。2はどうかっていうところがね、ちょっと気にはなりつつもね、早速やっていきたいと思います。でこのトップ画面にもうセンターにね、初音ミクがいますが、これはこれ出てくるかな、キルザジュンジーの四天王の耐久のミクルームのボスの、画像ですね。もうまんま出てくるのかな、ちょっと期待しつつ、いきたいかなと思います。じゃあ早速始めていきましょうか。はい、データ、1に作っていきましょう。1ですね。この背景画像はあれですね、おそらく1の、クリア画面の背景だったかなと思いますね。エクストラクリア後のね、背景画像だったような気がします。じゃあいきましょう。ほい、やっぱりハードなのね。じゃあハードいくの大変だな。行きましょう。まずはそこまで。でまたこのキッド君がね、こう独特なんですよ。ピンク色の靴を履いて、髪の毛もちょっと違って、これがちょっとプルミさんテイストなんですよね。危ない、ちょっと待って、そこに行くまでが大変。これインポッシブルの入るのは簡単だっていうね、謎の現象が起きてるぜ。ほっ、じゃあ入ります。はい、来たね。で基本的、これはあえてなんですかね、わざとというかあえて出してるのかな。これゲームメーカーのルームに BGM を設定するときのアイコンなんですけどね。はい、じゃあ看板、あれ看板ボタンだったっけ確か、あ、そっか、文字化けしちゃってんだよね。ただん、Z キー、あ、チュートリアルか、なるほど。よし、じゃあこの辺多分これ入れないと思うんですよ。そうだね、一個ずつ、入っていく感じになるのかな。じゃあまずはここ、あ、てけてけてん、このね、BGM が結構私好きなんですよ。曲名、プルミさんに聞こうかな。はい、じゃあまずここから。アイワナクリアザハード PPP。よし、じゃあ、でもハードって言葉がついてますからね、ちょっと怖いっちゃ怖いけど、まあ入っていきましょうか。多分4ステージ突破して真ん中にステージが出るって感じですかね。じゃあ行きましょう。おお。あれ、なんかワンも、あーっと、お、ゲームオーバーがちょっと激しくなってる。ワンもね、確かこんな感じのところから始まった気が、うわうするのよね。そこまでショットでいくか。あ、やべ、あ、分かった分かった、上と対になってんだな、これ多分そういうことか。よし、オッケー。多分罠はないと踏んでるんですよ。ない。ゼロ。と思う。ここはね、まあ、こっから先わかんないですけど、またちょっと独特な、雰囲気だ。よっ。でね、プルミさんの作品の場合は、このキッド君が躍動してないんですよね。普通、アイワナのキッド君ってこうなんていうんですかね、動いてるんですけど、止まってると。もう、微動だにしない。まさしく。こうアサシン的な感じ意識はしない。これまたツーっていくね、スケートスタイル。さてこの辺りはひたすら同じさ、まあ一面ですからね、多少は優しい。まあ1もこんな感じでしたからね。でセーブ、あれこれ一緒じゃない。なんかこれ一緒な気がするな。ブレイクザファイバーの1もこんな感じだったと思う、本当に。でこの辺落ちて、あれ曲が止まった。多分落ちたと思うんで、この辺ほら
あ、一緒だ。うーん、1も2もまずはこう同じで、これが確か、あー、なんかあったんだよね。ここ変わってなければなんかあるはず。そう、アップね、やっぱりあるね。あ、しまった。あ、よかった。半分石。おー、うわー、何してんの。そうですよね、これほんと一緒だな。まあちょっと針は増えたり減ったりしてるのかわかんないですけど、だから2から始めた方はまあわかんないと思うんですけど、1やって2やられた方って、私もそうですけど、うん、やっている方はやっぱりこう同じだなって感じるとは思うんですよね、うん、やっぱり階層なのかなこれ。あれ、ミスりすぎでしょう。同じっていうか、さっき看板にあったメドレー合罠の、あ、メドレーっていうかメドレーにした合罠の作品が一緒だったかな。確か PPP って見た気がするもんね。うん、よ、いくよ。はい、よし、 OK。 まあ大丈夫でしょ。 OK、 来た。これはセーブって、あ、もうここから取れないか。 OK、 まあ基本同じ作業を繰り返す。うわ、あれボスだな。ボス一緒だったら1、あ、これ飛ばなかったら結構むずいぞ。一緒だったら2人組のボスなんですよね。女の子2人組だったと思う。これむずいな。うわー、惜しい気もする。ここ結構むずいかな。よし、来た。オッケー、あとはいけるでしょう。うっそーん、この配置結構むずいな。よし、来た。オッケー、いいぞ。そしてだ。オッケーオッケーオッケー。そしてこれはいけるだろう。今だ。よし、来た。オッケー、ふう、一安心。ネズミってこう来てターンターン。オッケー、うー、あー、そう、それだ。飛び上がれ、跳ね上がるんだ。うい、1より難しい。これやっぱ難易度上がってるな。1も同じとこでだったんです。こんなに苦戦しなかったと思うんですよ。ってことは全体的に難易度高いってことか。うわー、これむっついな。トントン、よし、これどうしよう。頭ぶつけスタイルでいく。なんかそうだよね、頭ぶつけてうまくいけないかな。なんかうまくいけないかな、この辺。あ、いける。おお、いいね。よしよし、うわ、頼む。よしよしよし、いいね。頼むと言った甲斐があったぜ。これはないよね。やっぱ調べたくなっちゃうよね。集中ゾーンだぞ、ここは。オッケー、これもギリチョンかな。いける。よし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 、セーブ。はい、看板。多分ボスだと思うんですよ。さっき言った2人組のボスじゃないかなと。3ボス、あ、なんか、あ、曲止まったな。そうだよね、前回は3人じゃなかったですもんね。1は2人だったと思うんですよね。っていうことは1人増えてんのか。そんな感じはする。よし、じゃあとりあえず飛び込みましょう。ステージ1のボスでしょうかね。いくよ、ほい。あ、増えてる。あ、しかもボス違う。でも戦い方は一緒か。いますね、上に。あと2人控えてます。うわ、しまった。嘘、今当たっちゃったか。さあ、ガシガシいくぜ。まあ、ステージ1のボスにね、苦戦してるようだとこのプルミさんの作品をクリアできませんからね。まずボスが強いから、多分今回も強いぞこれ。ただ傾向としては、まあ、乱数、まあ、固定もあったり、こう乱数があっても割と、あ、そう、パターンが組めたりすると、にゃんと危ない。早い球来るぞ、早い球。割とね、乱数は優しめで、固定は割とこう、割とが多いですけど、見ていけば突破しやすい、と思うのね。それがまあ固定だから。うわー、むずくなってきてる。まあでもやってやれないボスじゃないだろう。きっと EX も作られると思うんで、こんなんに根を上げてるようじゃダメです。行くしかない。そう、行くしかないんだ。こいつはでも、戦い方はこの脅威はやっぱり速い球だけなんで、ここで誘発切って、でちょっと、そうそう、これでいこう。安定のスタイルで、よいしょ。 OK、
行った。あ、そうそう、危ね、危ない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 、うわこれきつかったな。黒玉が残ってんだよな。あ、でもうん、これいけるな。よし、勝ち確だ。3体目のボスはもうパターンが見えましたんで、あそこまで行けば勝てますね、うん、あとはその重なり、やっぱりちょっと、うん、気にしてるのは2体目のボスの攻撃の終わりと3体目の頭の攻撃の、そう、重なり合いがねちょっと怖いのよ。それを突破できれば、あぶね、おっかない。しかし弾幕っこいな。オッケー、ちょっとこれ当たりそうだな。よし、これはいけるか。いいでしょいいでしょ。ちょっと待った、これやばいぞ。オッケーオッケーオッケー、焦んな焦んな。よし、いった。3体目で、これはここで突破できる。ここで、あぶ、よしよしよし、勝ち確勝ち確。あと打ちっぱなし、これで勝てるね。で3体で終わるんだったらこれで、撃破、一面のボス撃破なりそうな気がする。どうだい、いけるか。結構体力あんな。固定だからかな。あ、倒した倒した。オッケーオッケーオッケー、よし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 、1つ目のこの何かをゲットします。オッケー、帰ってきた。いいね、セーブ。よし、撃破だぜ。さあ次は何かな。I wanna be the best、プルミング。プルミング、これは何だろう。まあプルミさんのね名前が入っていそうな感じがしました。いそうな感じ。プルミングっていうぐらいですから、まあ、もしかしたらプルミさんの作られた作品なのか、プレイされたたまたま名前がほとんど一緒の作品なのかですかね。よし、じゃあ続きやっていきましょうか。次はステージ2ですね。まずは読みましょう、看板。あ、そうか。I wanna be the best plumbing となってますね。さて、どんなステージかな。日付変えてますからね。パワーは十分。いくぞ。ほい。おっと。またありますね。まあ、とりあえず道なりに行きましょうか。あ、ここセーブないのか。ってことは、ノーミスで行けってことね。いいでしょう。トントン。トン、やばい。あっぶね、飛んでから気づいた。ほよし、この辺はまあまあタンタン。ここは危ない。うそ、ちょっと雑になっちゃったな。もうちょっと寄ってきゃよかったよ。オッケーにしても、よし、危ない。慎重に、よし、いいぞ。タンタンタンと、オッケー。お、ベースが入ってきた。それにしてもベストプルミングっていうのは一体どういう意味なんでしょうね。よし、あぶね。どういう意味というか、プルミさんの作品なのか、プルミさんのオリジナリティの、はい、ステージということなのか、どういう意味なのか、これちょっとむずいな。足回ったよーん。今危な、来たぞ来たぞ。多分罠なさそうだな、ここは。だから、あ、くそ、高かった。あっぶねー、今ギリ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 だぞ。ここでよしよし、来た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 。あとはいける、あとはいける、これ多分いける。あー、ここがちょっとむずいな。あっぶねーな。もうこれジャンプしよっか。オッケー、もうちょいだぞ、もうちょい。ピキューとかなっちゃダメよ、ピキューとか。よしよし、あー最後か。あぶね、あぶね、うわー、あぶなかった。今ちょっとミスったな。ミスったけどうまく入れてよかった。あっと、ここ、あー、ここはよし、罠はほんとないね。よっ、うっそん。よし、オッケー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 、タンタンと、オッケーオッケー、いいぞ。おっと、ボスか。うわ、ここむず、ここむずいな。あれ、あそこをどう越えるかだよな。ここが越えられれば。よし、来た。危ない。よし、うー、そこか。よし、ここまで来れればいけるでしょう。危ない、ぐる、オッケー。
さて看板 VS タレスナ、よし OK、 VS タレスナか、かかってこい。あ、何体か敵ボスがいるってことか。そういうタイプか。まあ張ります、ボス戦でしょうね。行きましょう。ほい、ん、あれキッド君がいる。これは何、撃つの。お、来た、またか、これがタレスナか、かかってこい。というかあれだな、何体かいるってことで、ね、とりあえず 3,4 体いそうだから、まあ、こいつはそんなに強くはないな。おっと、まだこれ変わってないな。あー乱数だなこれ多分。ということはパターンによっては、ちょっとボス、くそ今の間入りたかったぜ。とは言っても2面のボスだからね。まあでも5罠1と比べたらボスの難易度がちょっと上がってる気がする。1面からね、うん、1面が2面相当ぐらいの気持ちだったよな。さあここまだこいつがタレスナだとするとまだまだ変化するね。あやばい、この弾危なかった。さてどのくらいいけるかな。危ね、ちょっとまだまだ、おっと移動かした、切った、場所が変わって、そうも来るか、横横と立って、じゃあしまったしまった、うわー弾飛んで近づいてきてるの気づかなかった。5罠1だとこのソルグリーンのね BGM を使ってたのが確かのドラゴン戦だったよね。確かドラゴン戦でしたよね。危ね、よーく見てね弾をね、弾はよーく見ることよ、それが大事です。よし、横からも来るからね。うわくっそー危ない、多分ちょっと針出てたね今ね。うーん、危ないと思ったらジャンプしてた方がいいなこれ。さあ携帯変わった、またまた上に上がんないと、上に上がんないと、ちょっと一回降りろ、安全になってから上がってけ。よし、あとは一回戻ろう、一回一回、あ時期狙い入ってるか、だからか。うわちょっと待った、時期入ってるなこれ。そういうことか、早い時期があるとちょっときついけど、どうだろうな。そう第三形態がねちょっと強めなんですよね。あそこ避けることができれば多分倒せると思うんだが、ま、その先にも携帯が待ってるとしたら多分そんなうまくはいか、あぶね、やっぱ怖いなこれ。よしよし、でも順調に与えてますね今。あ倒した、お意外と第三形態はこれ取って大丈夫、 OK、 よし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 、倒せたぜ。強かったな。まあでも、強かったですけど、体力がうまく配分されててよかったかな。うん。あ、とっと。これは、次の見ちゃいましたね、今ね。あ、次、次じゃないか。次の次か。よし、OK。よし、じゃあ早速、次のステージに入っていきましょう。ステージ3ですね。次のアイワナは、アイワナビザエンジョイ、トラベル。ということで、まあ、入っていきましょうか。どんな鬼畜ステージ台来た、うわー、あ砂漠、砂漠ですね。ちょっと待って、なんかちょっとゼルダの伝説のような BGM のような気がするけどね。うわーうわー、結構先長いなこれ。よし OK、 来れてるけど、うわーここむずい。あ違うわ、これ行き道いくつかあんのか。こっち通ってけば早いんだね。なるほど、行きましょうかこっちも。よし来た、ここだよな、これ、これが越えられれば。あくっそ、上から行きます。ここ結構難易度が高めですね。ここがね
あ、これた。よし、いいぞ。これむずいよね。いけるかな。おお、いいね、いいね、いいね。あと一回。あ、行きすぎた。くそ、危ない。あっしょっしょし、来たぞ。結構トントン拍子で、これよし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 、いいぞ。これは、あ、上じゃない、下か。うわー、これをひたすらやるのね。あー、この同じ動作難しいぞ。だが、そんなもの、そんなもの、私には通用。ここらへん、最後最後最後、気合い入れてけ。ここ、よし、抜けた。あとは大丈夫でしょう。トントン、これちょっとギリギリ立ち、トントン、よし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 、オッケーオッケーオッケー、セーバレ。うそん、そこまでない。あ、でもマジか。トントン、よしよしよし、ちょっと難しいな今回。トントン、トン、ここまでは多分いける。タンタン、よし、ここなんだよ。あ、待って、この先もだけど、ここ越えられ、いくよ。うわー、マジかー、やっちゃったな。よーし、行くぞー。このね、長距離走り抜いて、もう一歩タンタンの後のこれがね、これがきついのよ。いけるかな。よし、来た来た来た、オッケー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 。これはどういく、どういってくんだっけ。手前だよね、手前だから。よし、来た、オッケー。おー、なかなか難しくなってきましたね。うわ、次も長いな。まあでも最初にイーブイちゃんがあるんだったらまだ頑張れるかなと思いつつ、これはちょっと待ってね、もうちょい。くっそ、今トイトイ、よし、オッケー、来た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 。あと、うわー、ここと、あ、ここか、ここが鬼門か。このなし、よしよし、タンタンタタン。ここはワンジャンプ、よし、これはワンジャン、しまった、引っかかった、届かず。あとはここね、危ない。ここ順調だな、タターン。ここね、ここいける、次、よし、いいぞ。これもワンジャン、危なかった、今スレスレだったな。頼む、罠は、うわ、うそ、マジか、あるの、危ない。よし、来たぞ、来たぞ。どこだっけ、ここ、あぶね、この次か。よし、来い、オッケー、いいぞ。これ何ん、ちょっと待って、これ右行くと、あれ、右行けない、あれ、行けないな。じゃあここ入るの、バッドアップル。おー、なるほど、これを越えてけと。まずはそこ行かないと、さっきのとこ行けないってことかな、多分そういう、あ、くそ、ことでしょうね。そこ、よし、来た、オッケー。はてなはてなはてなって書いてありますね。よいしょ、これは、あ、うっそーん、今のだ、あー、低かったのか。よし、ここ、よし、来た、 OK、 いいぞ。あ、おっと、まあいいでしょう。これは、うわ、 EV か。あれあれ、あそこアタッチダメなんだ、壁でないのね。ここに触れたい、これで、よし、来た来た来た。うー、これか、くっ
そー。よし、来た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 、あぶね、よし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 来た、ふう、危なかった危なかった、おっと、よし来た、オッケー、これこれがむずいな、ワンジャン抜け、いやどうかなこれ、ちょっと待ってね、まあいいや適当に行こう、あ来た来た来た、適当ナイス、よし、適当ってわけでもないけど運もあったのかもしれないけど、よっしゃ来た、ほい、あ来た来た来た、あこれで、あそうか、これでボスのワープが具現化するんですね、よしじゃあ戦ってきますか、はい、あなたは宝石を撃つべきではありませんということなので、ショット位置を考えなきゃいけないボスかな、行きましょう、おい、おっとびっくりした、